わ、雲の巣が、こんなところにもあるのか。うわ、ベトベトするよ。まずい、こんな状況で襲われたら抵抗なんてできないぞ。着いた。アグモン、大丈夫か？ベトベトになっちゃった。まあ、怪我とかはしてないみたいだな。それで、ここはピアノ、楽譜、もしかして音楽室か？タクマ、誰かいる。わっ、幽霊？見つかっちゃったな。人間？早くこの学校から出て行って。え？あいつらを刺激しないでよ。あいつらって化け物のことか？そう、襲われたら君たちじゃ抵抗もできない。出て行くなんてできないよ。仲間がさらわれたんだ。どうしても助けたい。お願いだ。何か知ってるなら教えてくれないか？何？お姉ちゃん。はあ、分かったよ。あいつらのことを教えてあげるよ。本当か？お姉ちゃんがそうしろって言うから。襲ってきたのは大きい雲みたいなやつで、最近いきなりここを住みかにした親玉気取りのやつだよ。ああ、それって毒蜘蛛だな。あいつは嫌なやつだぞ。あいつらの住みかは体育館でも、そこは蜘蛛の巣で塞がれてる。ああ、僕たちじゃ開けられなかった。あいつらは天井裏とか床下を通って学校中を移動してるんだ。あいつらが使ってる通路への抜け穴が食堂の床下にある。探してみて。食堂？そうだったのか。おし、あいつは獲物をさらってもすぐに殺したりしない。でも獲物から食事代わりに精気を吸い取るから、時間が経てば弱って死んでしまう。助けるなら急いだ方がいいよ。あ、わかった。さらった獲物を取り返そうとするなら気をつけて。向こうも抵抗してくるだろうから。Thank you.
大丈夫。僕たちにはこのアグモンみたいな強い仲間がいるから。おう、任せとけ。そう。僕は行くよ。教えてくれて本当にありがとう。食堂へ急ごう、アグモン。わかった。ここに体育館への抜け穴があるのね。ああ、そう言ってたけど。ずっと教室にいたくせに、今度は俺らと一緒がいいのか？うっせえ。なんか雲の巣が増えてきて、状況が変わったんだよ。チュー。二人とももう少し落ち着け。クネモンだってこんなに冷静なんだぞ。クネモンはこれ冷静なのか？ミノル、リョウ、見てくれ。これで葵さんを助けに行ける。ここを抜けるときっと化け物と戦いになる。みんな覚悟はいいか？もちろんだ、タクマ。当たり前だぜ。いざ決戦だ。おい、俺も行くからな。こんなとこで一人にすんじゃねえぞ。急がなきゃ。待ってて、葵。ラブラモン、先に行ったら危ないって。僕たちも行こう。おう。やっぱり動きにくいな。光だ。気をつけて。もうすぐ出るよ。
敵の住処なんだ。いた、葵よ。葵さん、やべえ、マジで捕まってる。臆するな、二人とも。クネモンの闘志を見習え。無事なのか。くそ、ここからじゃわからない。早く助け出さないと。でもどうすれば。何ぼーっとしてるのよ、行くわよ。あ、待って、ラブラモン、一人で行っちゃ。ないな。みんな行くぞ。相手になろう。よし、俺が行こう。
行こう。敵がどんなに強大でも、葵さんを絶対に取り戻そう。大切な仲間なんだ。分かった。タクマの仲間を思う気持ち、僕も頑張るんだ。行くぞ、アクモン。おお、なんだか僕、うん、どうしたんだ、アグモン。様子が。こんなにピンチなのに、力がなぎってきたかも。
俺が行こう。スクラッチスマッシュ。手伝おう。僕の番だ。願う。行こう。
やくやっつけたぞ。手ごわい敵だったな。よく頑張ってくれたよ、ハグモン。それにラブラモンも。葵を助けるためだもん。これ式のこと平気よ。あ、葵よ。そうだ、ぼーっとしてる場合じゃなかった。葵さん、大丈夫か？おい、これもうダメなんじゃ。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってねえで寮も手伝え。葵、今行くよ。待っていろ。キュッ。葵、葵大丈夫？ラブラも助けてくれたのね。ありがとう。あなたに助けてもらったのはこれで二度目ね。何言ってるのよ。私だって葵に助けてもらったんだもの。それにタクマ、アグモン、一緒に戦ってくれてありがとう。タクマくん、私を助けてくれたのね。こんな怖いものに立ち向かって本当にありがとう。たくまくんってとっても頼りになるのね。いや、僕だけじゃないよ。ラブラモンだってアグモンだって助けてくれたんだ。ほんとアグモンもすごかったわ。急にものすごいパワーアップしちゃって。ああ、それなんだけど、姿が変わったのはこれで二度目だよね。それってどうなってるんだ？うん、全然わかんない。まるで変身って感じだな。ううん、それよりも進化って感じかしら。過酷な環境変化に適応するため、つまりさっきの戦いのためだけど。進化か。アグモン、どうやって進化したんだ？さあ、僕もよくわからない。でもタクマの強い思いが僕の中に流れ込んできたんだ。タクマの気持ちに応えたい。そう思ったらさっき進化したんだ。つまり強い思いがあれば進化するってことか。要は心の絆があること、パートナーってことね。パートナー、それなんかいいね。しかし心の絆か。原理はわからないけど、ちょっと思い当たるな。さて、引き上げるか。みんなも疲れてるだろうし。ほんとだよ。ちょっと落ち着けるとこに行こうぜ。てと、あのでかい雲の怪物は倒したし。雲の巣も全部消えちゃったよ。自然に消えるなんておかしいわよね。やっぱり怪物が出したものは普通じゃないのかしら。怪物、毒蜘蛛のこともそうだけど、この校舎もおかしいよね。校舎どころじゃねえよ。外の地形も変わってるってありえねえじゃん。一体ここはどこなんだよ。タグマ
僕もクタクタだよ。あとは？気になることはあるだろうが、今日はひとまず休まないか。そうだね。みんな、今日は休もう。え、ここで休むのか？私も気になるけど、今日は大変だったし、もう疲れて動けないわ。そうよ、ちょっとは気を使いなさいよ。それに、夜に外へ出るのは危険だ。毒蜘蛛のような奴らが他にいないとも限らんしな。そっか、他に行くあてもないし、気乗りはしないけど、今晩はここに泊まるしかないか。冗談じゃねえ。幽霊もいるんだろ。こんなところで寝られるか。じゃあどこで寝るつもりなんだよ。それは、とにかく今日はいろいろあったしな。心も体もクタクタだ。心っていうか脳みそっていうか、一体何がどうしてこうなったんだか。私にはまだこれが現実だなんて信じられないわ。信じる信じないはナンセンスですよ。だって現実に俺たちの目の前で起きてるんだし。でも正直わからないことだらけなんだ。今はまだ頭の中の整理もつかないよ。そうだ、リョウはどう思う？うるせえ。お前ら仲良しグループで勝手にやってろ。どうせ俺なんて。まったく。さてと、明日のことは明日考えようぜ。とにかく疲れも溜まってるしな。ここで体を休めましょう。休まるわけねえだろ。だって見たんだろ、お前らだって あの幽霊。私はすぐ蜘蛛のお化けに捕まったから見てないけど、幽霊なんてあの蜘蛛のお化けの糸か何かを見間違えただけじゃないかしら。そうだよね、そこら中に蜘蛛の巣だらけだったもの。お化けじゃなくて毒蜘蛛って、やっぱ蜘蛛のお化けみたいじゃん。そうだな、幽霊の正体見たりなんとやらってやつかな。正直俺もビビりすぎてたかな。そのことなんだけど。なんだよレオ、急にビクビクしちゃって。言いたいことあるならはっきり言ってみろよ先輩。おいおい、あんま調子に乗るなって。いくら量が弱気になってるからって。違う。そこ後ろ。あ